はい、アサシンクリードバルハラ続きやっていきたいと思います。どうしとくべきだった。一番弱い奴が狙われるのは当たり前だ。ロドリの弟を殺して傷を開いたのはあんただ。血を流さずに得られるものなど何もない。はい、まあそんな感じで前回とんでもないことが起きちゃって、今回はアイバーと一緒にお城の近くで野営が張れるとこに向かうって感じみたいですね。一応電源落として数日経ってまた開始って感じなんで。ロードボードでその顔の傷はロドリから受けたと言ってたな。聞くに値する話か。自慢にはならんが忘れられない話だ。数年前俺たちは西の島から戻る途中だった。その島にはできる奴らがいる。2回目くらった俺はそれもあれにあれだ。何よりも使徒銀が欲しくてたまらなくなって、カムリの騎士に沿って後悔してるうちに霧に包まれてな。で、なんとか上陸できそうな場所を見つけた。俺たちは船を陸に上げた。あれじゃん、丘の上から怒号が聞こえてきた。忌まわしいブリトン人のな。少し霧が晴れ、そこに奴らが並んでるのが見えた。一番でかい奴が声を上げた。我はロドリ、この地の王だ。だからなんだと俺は叫び返した。仲間に合図を送り、斧を振り上げ、奴らめがけて一斉に突撃した。数ではこっちが勝ってたが、奴らのがずる賢かった。そこは沼地だったんだ。斧に絡め取られ、俺たちは動けなくなった。一人、また一人と、仲間たちがロドリの手にかかっていった。奴は最後に俺を捕まえると、頬に刃を押し当て、この傷を刻んだ。そしてこう言った。この地を去り、お前の民に警告しろ。この傷はロドリ王につけられたとな。クソくらえと俺は言って言った。ロドリは笑って俺を解放した。なかなかの話だな。ラグナルの息子にして大殺し、イングランドと西の島の征服者。その騒ぎは党のせいに値する。そうだ。さて到着ですね。汗だくのナメクジ野郎は壁のすぐ向こうだ。何が竜以外には負けんだ。あの野郎ふざけやがって。だったら竜に合わせてやる。あんたの戦士たちに伝えてくれ。ここに陣を張り奇襲のための計画を練る。おう、夜になったかと思ったらまた朝になって、結局どうなの？正面突破。用意が早いな。アイバーの戦士たちは復讐に飢えてる。そうな、やってきますか。よいしょ。まあこれでもアイバーに復讐させて大殺しを終わらせよう。なんか食事取れるのかな。あんたのおかげで助かった。必ず力になる。一応会話。お前に檻から出してもらってからブリトン人に仕返しできる時をずっと待ってる。楽しみだ。なるほど。エイボル、いつでも戦えるぞ。俺が遅れるのは連中の死体を漁ってる時だけだ。よし、やられるか。いい感じだ。行くぞアイバー。いつでも行けるぞ。あんたの顔のそれは一体なんだ。ロドリをぶっ倒すために竜を呼び寄せた。さてどうだ、狼傷。戦う準備はできたか。さあ行こう。号令をかけろアイバー、始めるぞ。死ぬには最高の日だ。門の守りは固そうだな。うちの奴らが荷車に油を積み込んでる。あの門をぶっ飛ばしてやろう。はい、まあいつもの感じですね。突っ込んで殺す。以上。一応最後ボス戦があるのかな。で、ある程度追い詰めるとアイバーが出てきてみたいな感じ。きわかんないけど、やっていきましょう。よろしくお願いします。ロドリー、出てきやがれ。ここだ。骨なしラグナルソン、和平が結ばれたというのになぜここに兵を率いて現れた。とぼけるなクソ野郎。チェオベルトを殺して
和平を血で染めたのはお前だろう。わけのわからぬ言い訳はよせ、デンジン。お前が戦を仕掛けるなら、こちらは迎え撃つだけだ。俺の顔を見ろ、カラスの餌の王。お前を食い散らかす竜がここにいるぼ。くたびれ切った老いぼれが蛇の真似事をするとはな。話はもういい、アイバー。油の荷車と火の用意だ。ロドリを始末したら、奴のすねの脂肪を引きちぎってパンをあげるのに使ってやる。よし。ということで、前回の奴らが単独でやったっぽい感じよね。護衛するか、オッケー。荷車を持ってこい。喧嘩する。あ、結構遠目でもいけるんだ。いけるか。踏みつけ。ほいほいほい、溜まったらどんどん使っていこう。ぜためが強いよな。OK。 うわ、こみこみ。ほいほいっと。やべやべ。回復しとこう。やべえな、こいつら先にやらないといかん。踏みつけも。おいおい、あとここの上か。おい、どっから来てる。やばいやばい。もう多すぎんだけど。キリがないってやつかな。やべやべ。下やらないかんか。いや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 。無限なのかな。OK。
下から下からで危ない危ない危ない。皆殺したわ。大丈夫？まあ上の戦闘はちょっと無駄だったのかな。まあ、到着するまで待っとかないかんか。大量じゃな。おっしゃ。アドレナリン最高。あとロープのやつで、これが結構強いんだよな。探索を後にして突っ込んでいこう。どこどこどこ、あそこか。やーべやべ、向こうに行かないかん。どうやって行く、これと行けないか。角度悪いか。めっちゃ口開いてるけど、ちょっとちょっと無理か。回復したいけどな。行こう。強いのかこいつ。ただの飲んだくれじゃないか。ずいぶん貧相な竜だ。アイバーの強さ見せてくれよ。頑張れ頑張れ。おっと、アイバー、アイバー弱い、もしかして根性はあるか。今のは聞いたな。大丈夫か今。一息つかせろ。ああ、はい、お疲れさんでした。完了ということで、カウス登場。じゃあちょっと中の探索するか、できるなら。なんか一個あってね。サッカーの王木は倒れた。
まだ生きてるぞ。ちっそ。ええ、ちょっと考えがあってな。見せ物だ。覚えてるか？うん。どうせ先は短い。この男は直に死ぬ。もう行こう。あとはノルンに任せておけ。いや、まだやることがあるんだよ。俺の中では決まってるんだ。場所も方法もな。よし。行くぞ。うん、分かった。さっさと終わらせよう。このデブをお前の馬に乗せて出発だ。死なせないよう注意しろよ。なるほど、探索はちょっとできないか。ロドリって名前の腐った肉塊を忘れてるぞ。ちょっと待った。塞がれてる。ここは後ほどって感じなのか？後ほどっぽいな。それか上から行けるとか？ちょっとだけ見してね。なるほど。なるほど。まあ一応やってきますか。オープン。アビリティのアップグレード。投げ斧ランプ。今使ってるやつよね。今ってかしょっちゅう結構使うんだけど。一応アビリティ確認しよっか。スキル、アビリティの、これよね。射程内の全敵。ちょっと弱くなったりすんのかな。一応まあ良かったね。やっといて。あともう一個外にあったんだけど。はい、お待たせさんよ。どこへ向かうんだ。偵察した時に見つけた高台だ。死を迎える王にぴったりの場所だぞ。ちょっと待って。見せ物は必要ない。死なせてやれ。ダメだダメだ。こういうのは派手にやらないと。うん、やろ。はい、まあそんな感じで、アイバー行こうぜ。うん、会話がなければカットしますね。あ、あるか。調子はどうだ、王様。しっかりしろ。ちゃんと自分の運命を見届けないと。どこ連れていくんですか？うん、あそこになんかある。あ、ごめんごめん。これは王を殺してきたエラー、オスバート、エドマンド、それにロドリが加わる。これほどの勝利を収めた奴がいるか。早く殺すがいい。悪いが口を出す立場にないんでな。うん、多分ロドリじゃないんだよな。チオベルト殺したのは、殺させたのは。バルハラは壮観だろう。まあ景色楽しんでいきましょう。こういうひとときの時間もね。まだ息してるか。かろうじて。ロドリ、聞いてるか。俺はこの不名誉の傷を晒してきた。この情けをかけられたという証を、ヒゲや街頭で隠そうともした。だがお前の名が広まるにつれ、これが勲章に思えてきた。王につけられた勲章にな。どう思うろ。なあ、でかい声で話しやがれ、この豚が。まだ？マンストンロック。着いたぞ。やつを連れてこい。お、今折り方かっこよかったね。
よいしょ、ちょっと待ってよ。はい、行こう。アイバー、勝手に下ろした。やつをそこに運べ。頂上だ、死なせるなよ。早く終わらせろ、アイバー。なんだよそれ。あ、勝手にやってくれたか、よかった。見ろ、この飢えた刃を。さらに竜のお出ましだ。こいつの大好物といえば血のわしだ。アイバ、本気か。血のわしの誕生は圧巻だぞ、友よ。まずは肋骨をまんべんなく切って。うん、オーディンか。俺が北の民だ。古の英雄の真の後継者。真の後継者。アイバーの血のわしに本来の意味はない。ただ相手を苦しめるためだけにやってる。次に肉を引き剥がす。行いは意味を超えて生き続けるもの。この男の死の理由は忘れられる。だがその死に様は時を超え、うん、歌われることとなるだろう。なるほど。満足したか。善悪を分かつ霧は時とともに濃くなっている。だが栄光は輝きつ。ここに栄光は一つもない。生は醜い、死にまみれた闘争だ。まあアイバーからしてみればこの日のために。この日のために生きてたみたいなもんだからな。これでマーシアのどこからも見える。もう十分だ。いや、まだだ。エイバー、俺たちの紡いできたサーガには壮大な結末が必要だ。今ここでな。すでに終えただろう。もうここに用はない。死ぬまで戦うんだ、俺とお前で。俺が勝てば俺は最強のバイキングになれる。お前が勝てばお前は武勇伝を手にする。あんたは戦に酔ってる。ここまでだ。愛は哀れなチェオベルト、毒に言葉も発しなかった。何、小僧に探検を突き刺したのは俺だ。なんだと。バカな。小さな悲鳴だけを上げた。そして静かになった。あんたはどこまで。わかるか。人は手を汚し試練に立ち向かい、時には友を裏切らねばならない。己が定めを果たすために。そして大殺しは永遠に語り継がれる。なぜ裏切った、チェオベルタは。そうだ、息子のようなものだった。さあ戦え、オオカミキズ。誉れある死をかけて。とんでもない展開になりました。これぞ人生だ、エイボル。高みでの戦い、バルハラが待ってるぞ。あ、たまってねえんだ。うん、力が腹の底。おい。やばいぞ。やばおいおいおい。おい。
やばいやばい。今 R ボタンずっと押してたわ。お前は小心者だ、エイズ。俺がクリアットを刺した時、恥じろいだよな。お前は予想外のことに応じけづく。回復はいっぱいあるからな。なんだよ。何か言え。出なきゃ舌を切り落とす。お前の親父はバルハラにいるのか、狼傷。それとも臆病者としてヘルヘイムで氷の涙を流してるのか。おっと。また騙されたね。よそ見すんな。選択しようとしたのに。なんか急に使いたくなった。いい仲間になってくれると思ったんだ。バルキリーが来た。俺の斧だ、エイボル。斧を取ってくれ。あんたには過ぎた名誉だが、オーディンが待ってるかもしれない。恥じぬ行いをしろ。聞こえる。エイボル優しいな。翼の音が。まあちょっと疲れたな。なんかとんでもないヘビーだったぞ。これでランビーに報告しに帰るのかな。司祭がいたっけ。遺体はクワットフォードに運べ。そこで最後の別れを。それとウバに知らせろ。弟が死んだと。はい、お疲れ様でした。デオラーフと会話。デオラーフと会話。ああ、ファストトラベルいけるね。うん、まあじゃあちょっとここの探索してきましょうか。なんか一個あったよね。それだけ取ってファストトラベルで向かいますか。どこだっけ。あそこ。ここか。簡単に取らせてくれるといいんだけど、なんか鍵が閉まってるぽいよな。どっから入るんだ。普通だったな。これか。よし。あとはもう一個あるか。で、で、
して。よし。ガコ。以上か。こんなもんかな。あるじゃねえか。なんかあるじゃねえか。ちょっと見よう。ここから入っていけば終わりかな。ちょっと待って。入らして。ちょっと入らして。ん？オッケー。で、ここ。あれだっか。これが515メートル先は、あー、ファストトラベルポイントがあるな。じゃあまあ、とりあえず、ここはカットしますね。こことここ行って、ここにファストトラベルで到着したとこから再開しよう。そんな感じで、カットしまーす。はい、帰ってきました。またスキルポイント。まあ、そんな感じで、ファストトラベルポイント、ロケハンしてきたんですけど、塔の中にね、古き結社の手がかりがあったりとかね、しましたけど、あと素材もいろいろ入手してるから、拠点の拡張もね、可能になってきてる感じなんだろうね。はい、到着。いざ報告。エイボル、またも暗い勝利の日になりました。司教、ウーバー。まさかブリトン人の手にかかって死ぬとはな。最後の時にはさぞ悔しがったことだろう。この和平さえなければ。私が殺した。お前が？和平が結ばれた後、アイバーはチェオベルトを殺し、その罪をロドリーになすりつけた。戦をするために。どうやってそれを突き止めた？自分でそう言った。俺は常に真実を大切にしてきたエイボル。だがこれはあまりにも重い真実だ。うん。弟は立派に死んだか？ああ。戦士として死んだ。栄光のもとに。ならば望み通りか。アイバーが死んだことで平和と静かな日々が訪れる。それは確かだ。あいつとはいつか必ずバルハラで再会できると信じよう。互いに斧を掲げてな。そうだな。良くも悪くも自分を貫いて生きられたんだ。まあそうだな。それ以上何を望める？あいつの生き様は矛盾してた。多くの行動は不可解で理解できなかったが、誰にも理解されない人間はいるものだ。あいつをちゃんと見送ってやらなきゃならん。火をかけるための船を用意しないとな。司教、アンハラド王妃にことづてを。王は計略によって殺され、それを行ったアイバーは命をもって罪を償ったと。ええ、できるだけすぐに。チェオウルフ王から知らせは？ひどく嘆いてることだ。まあそうだろうな。打ちひしがれたご様子でしたけれど、この州のことはすでに私が大衆になります、うん、大丈夫。シロクシャーはあなたの友人にして味方であると誓いましょう。私のこの息が続く限り。ありがとう、司教。神のご加護を、エイボル。あなたの行き着く先がどこであれ。はい、お疲れ様でした。まあ、とんでもないやつだったな。戦の申し子よ。燃え盛る春芽に乗り、歌われし栄光へと船出する時だ。水面の風よ、戦乙女を伴い、かの王を英雄の館へと導け。
はい、アイバーは死んだ。そしてシロップ社は味方となった。ランビーと話そう。そうね、竜の書。じゃあまあとりあえず今回パートは報告して終わりましょうか。一応なんかこの辺気になるけど、後ほどね録画外で終わらせようかな。そんな感じに思います。じゃあランビーのとこまでカットします。はい、会えてよかった。できました。シロップシャーと同盟を結んだが犠牲者が出た。チェオベルトが殺された。ええ、石膏から聞いたわ。大きすぎる犠牲だった。彼を殺した者には報いを受けさせてやったのよね。裁きは下された。チェオベルトのことは忘れない。一緒に過ごした時間は短かったけどいい子だった。うん、ね、そう。重要人物になるかと思ったんだけどな。はい、じゃあまあ今回パートはここで終わりましょう。次回パートからまだね、なんかあったよね。同盟のとこのやつもさ、なんかちょっと、スキル、振れば達成できるのか、190とかその辺だったと思うから、とりあえずスキル振ってみてからね、確認したいと思います。今回はここで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。